テルグ語はドラビダ語族に属する言語で、インド南東部のアンドラプラデーシュ州及びテランガーナ州の公用語である。タミル・ナード州、カルナータカ州などでも話され、ドラビダ語族の諸言語の中では約8000万人と最も多数の使用者がいる。また、インド連邦レベルでも憲法の第8不足に定められた22の指定言語の一つである。 しかし言語的求心性が弱く、標準化も進んでいない。ブラーフミー文字より発展したデルグ文字を使用する。ブラーフミー文字はもともとプラークリットを表記するための文字であったため、発音に無用な混乱が生じている。フランス語のリエゾンをもっと一般化したような連音があり、発音で聞くと個々の単語の境界が不明である。19世紀のイギリス人が、 東洋のイタリア語と呼んだように、母音に特徴があり、母音の数は20以上あるとはいえ、実用的に使用される主要な単母音は4種類で、日本人には馴染みのある発音しやすい言葉である。ドラビダ語を代表するとともに、外来の要素が最も少なくその古典的な形を維持しているのは、インド最南端とも言える場所に位置するタミルナード州の公用語であるタミル語である。 テルグ語はドラビダ語ではあっても、西暦一世紀頃に南インドに勢力を確立したアーリーヤ系のアーアンドラ朝の文化影響を大きく受けている。その文字とも相まって、サンスクリット語からの語彙の借用や造語が極めて多い。また、ヒンドゥスターニー語やペルシア語、アラビア語からの語の混入もある。また北インドにイスラム諸王国が築かれるとともに、 逆に南におけるヒンドゥー文化の正当維持者の自負を持ちカースト性を重視した。この結果、テルグ語の古典詩人たちは多く、サンスクリットでも作品を作ったため、テルグ語にはさらに多くのサンスクリット系の語彙が流入した。またこのようなヒンドゥー文化の重視のため、テルグ語は者自身に、テルグ語伝統への求心性が薄く、多数の方言に分化して、 20世紀になるまで共通語の試みも自然的な収束もなかった。20世紀になってようやく共通語化が進められたが、それでも方言文化があり逆に後退しているようにも見える。英語や近隣のドラビィダ語などを和社が併用するため膨大な使用人口を持ちながら消滅へと向かっている可能性があるとさえ指摘する者も,もいる。 テルグ語は名詞の格変化を表現するのに、すべての名詞の単数形、複数型に適用される、決まった、設備音説を加える。この設備音説は日本語の格助詞に似ている。そのため、インドヨーロッパ語のような屈折言語というより、日本語やアルタイ書語の言語に似ており、膠着語に近い。複数型を厳密に区別しなければならない点を、除くと、 日本人には理解しやすく習得しやすい文法構造である。例えば、ラムズの屈折変化は次のようになるが、ここで示された、説明音節が全ての名詞に対し、単数、複数に関係なくついて、格を表示するというのは、屈折言語における核変化というより、日本語などの公着語における格助詞に近いものだということになる。また、文章を構成する。 要素単語の語順で見ると、テルグ語では、行為主体行為対象行為、術語詞というような順序である。ラーマはボールを打つという日本語での言葉の語順は、ラーマは、から、ボールをから、打つという風に、テルグ語と同じである。テルグ語の和舎は、南インドの大国総地帯に住み、米を主食とするので、文化的に、日本に似た面もある。日本語で、と米、ご飯が、 独立した単語としてあるのと同様に、テルク語でもこれらは独立単語である。米一粒一粒に女神が宿っているとされ、そのため米一粒一粒も大事に扱わねばならないという文化がある。米はまた繁栄の象徴で常に複数で表現される。テルク語で作られた映画の数は非常に多い。インドでも最も多いのがテルク語映画である。 ヒンディー語などのインドの諸言語に比べ、日本語で書かれた教材もなく、日本人にとって学習する手段があまりなかったが、インド史研究者の山田恵子が2010年に基礎テルグ語を大学書林より出版した。英語。ありがとうございます。